家族と共に飯舘村に住んでいました。これが自分の家の写真で、これが自分で、横が兄で、あと弟です。現在は宇都宮に住み、宇都宮大学に通っており、家族は弟の学校や父の仕事の関係から福島市に進案しています。先ほど和子さんから説明がありましたが、原発事故が起きる前までの飯舘村は自然と山村の風景がマッチした心安らぐ本当に綺麗な村でした。次にどうして村長を目指しているかです。自分の進路に迷っていた高校生の頃、村の広報誌に掲載されている人口が減少傾向にあることから、人口の減少がこのまま続けば村がなくなってしまうのではないか、誰か飯舘村を変えてくれないかな、自分が考えればいいんだと、呆然と村に貢献しようと考えていました。これは高校3年生の時で、すごい勉強に明け暮れてて、初めて坊主にした時ですね。でこの人が担任の先生で、すごい坊主好きの人で、それでカメラを持ってて、一緒に先生写真撮りましょうと、撮らせてもらった写真で、あとこの後ろにいる2人も後に坊主になりました。これ震災後の8月22日に撮影したものなんですけど、先ほど飯舘村の村長になろうって思った時の場所で、ちょっと今なんかこういった余計なものもありますが、ここの付けの上でそういったことを思い浮かびました。でこれがその人口減少しているとか、そういった情報を知った時の広報なんですけど、今はこんな感じで震災後も毎月送っていただいているものです。事故を思い浮かんだ経緯、これはこの後にエネルギー関係でちょっと発表するんですけど、それについて思い浮かんだ経緯を発表させてもらいます。将来さまざまな活動をする人と触れ合うであろう、そしてその人たちとより良いコミュニケーションを取るために、また村の力となるためには少しでも何かをやっていなければならないという思いがありました。そのため、大学1年生の時には学科でニーズがあったこともあり、こういったバレーボール大会を開催したり、部活動でも、原動付き自転車、原チャを持っている人だけでしたが、一校に5人で行ってきました。スケジュールとかも考えたり、この道はじゃあ誰々先輩担当して、でこの道はお前担当してねとか、いろいろそういった割り振りとかも自分でやって、すごい楽しい旅行となりました。でこれが成人式前の前日に行った、その飯舘中学校を卒業した友達との同窓会で、これも主に自分と、あとここに写ってるなんか可愛い女の子と一緒に幹事をして、これは3回目の同窓会でした。でこういったことを通して自分は企画力や行動力などを養ってきました。また FNP ジュニアというボランティア団体でボランティア活動もしていました。ここでは福島県から
栃木県に避難してきた乳幼児妊産婦を対象に支援をしています。これは2月にあったイベント後で、まあ、自分この辺にいますね。でなんか結構福島県出身の方も多かったです。でそこでは社会人や他大学の人とも関わりもありいろんな人と交流できました。今日この中に今日来てくださっている人もいます。でこういった関係で今は町議会議員をしている人と出会い、その町を案内してもらえる機会もありました。これちょっと自分が書いたのであれなんですけど、そって書いてあるのが自分のことで、このきって書いてあるのが町議会議員さんで、この町にはある自動車メーカーの工場がありました。これ学校みたいに書いてあるんですけど、一応自動車メーカーということでお願いします。この町、町議会議員さんにこの工場を町に置くことで町にお金が入るんだよ、働き口も増えるしねということを聞いて、その時から飯舘村にも何か現在の村にあった産業を取り入れられないかなと考え始めました。それでこれが今年1月14日の成人式の時にあるニュース番組で放送されたもので、自分も成人式に出席しましたが、その際にこういった形で取材をしていただきました。その中でこの村をどうしていきたいですかと聞かれ、頭の中で産業の先ほど言った産業の誘致だったり、でもどんな誘致をしたらいいか、日本は今電力不足だし、もう一度農業を再開するのはあまりにもリスクが高いすぎるしといういろんなことが頭の中で交差しましたが、飯舘村をクリーンエネルギーの村にして電力が不足している日本を助けて日本に必要とされる前にできるのではないか、そう考えしました。でこれから村をどうしていきたいかという自分のその何も考えてない状態から考えていたものですを発表します。飯舘村を自分はクリーンエネルギーを作る村にしたいです。クリーンエネルギーの発電施設を作ることで管理職や掃除要員さん、事務の人など様々な宿題でき雇用が生まれます。初めは村内の電力を賄い、後々に村外にも電気を供給できるようにしたいです。これはこの間現地実習で寄った公園でなんかいい風車があったんで、これ今携帯の待ち受け画面になっています。ですが飯舘村に戻ってすることはやっぱり近くにお店がないだとか病院がないだとか周りに人が少ないために、何か分からぬことがあったりなどを考えるとやはり今はまだ難しいと思います。そういったことからまずは飯舘村を仕事の場として自分は活用したいなと思っています。こういった形で住居は福島市とか浜松町とかちょっと離れたところに住んで飯舘村でクリーンエネルギーを作る、そういう形にして仕事を本当に仕事だけで通うという形をまず取りたいなと思っています。これを成功させ電気施設の利益で女性を少し職場の近くに車の営業だけでいいからコンビニやスーパー、病院も作って徐々に拡
いらっしゃいますでしょうか。じゃあマイクがいきます。どうも、面白い話ありがとうございました。個人的に旅が好きで、結構いろいろな地方とか行くことが多いんですけど、地方に行くとそれぞれ その若者がうち田舎だからとか不便だからって結構地元を卑下してることが多いんですよ。ただ今お話を伺ってたら、佐藤さんは全くそういうことがなくて、地元のことすごい誇りに思ってるし大好きなんだなって思ったんですけど、周りの方もそういう人が多いのかっていうのが聞きたいのが一つと、そうであるにしろ、そうでないにしろ、その地元愛を佐藤さんが持ってている理由ってのはどういうところにあるのか、他の地方のその卑下してしまう人とは自分がどう違うのかなと思われているかを聞かせてもらいたいなと思います。よろしくお願いします。まず他の人が村について利便性についてはやっぱり本当に駅もないし、バスもないし、バスはあるんですけど駅がないし、ある日小学校6年生の時に小学校から家に帰ってきたら、今日母親に、その日母親に、今日家の前カモシカ通ったのとか言われるぐらいの田舎で、本当に不便なところのため、やっぱり他の地域のように将来は都会に住みたいとか、そういった考えの人が大体もうほとんどで、すごい少子高齢化が進んでいる村です。そのためだから周りの地域ともあまり変わりはないと思います。で、自分がその村にどうしてそんなに愛情があるかというのは、自分は今の自分に不満がないというか、すごい満足しているんですよ。で、それでその環境を作ってもらったのは、その飯舘村の環境が自分にこういった自分を作ってくれたって思っていて、それですごい恩があるから、自分はその恩返しをしなければいけないって強く思っていて、でそのために自分はその飯舘村が好きっていうのが8割ぐらいで、あと環境的にすごい自然豊かな村で、高校から福島市の高校に通っていたんですけど、初めは視力が 2.0 だったんですけど、高校通ってる時に排気ガスやべ排気ガスやべとか思って、なんか目を気にしすぎて視力 2.0 から0.1 ぐらいまで下がったりとかして、やっぱり環境的な面からすごい空気がいいっていうのも、環境が本当に大好きな場所で、そういった面が大半ですね。ありがとうございます。ぜひそういう風に村が好きだっていう気持ちを周りの友達とかとも共有していってもらえたら、よそ者ながら嬉しいです。ありがとうございました。他の方はいかがでしょうか。ありがとうございます。ちょっと聞きたいんですけど、先ほど結構環境のことを強調しておっしゃったんですけど、その飯舘村を仕事場に変えようとした時に、結構建物を建てたり、自然と環境もちょっと破壊じゃないんですけど変わってくるのかなと思うんですけど、この辺はどう思われますか。日本一美しい村って言われたってさっきおっしゃってたので、この辺は変わらないと思いますか。そこについてはちょっと未だによく考えていない部分があります、はい、だからそういったことでこうした方がいいんじゃないかっていうのを今日皆さんに教えていただいたりとか案を出していただいたりしてほしいなと思っています。よろしいでしょうか。はい、それでは第2部を終わります。ただいまより2時までだいたい15分くらいの休憩時間となります。この間に先ほど申しましたようにアンケートの表面の方を記入をお願いします。第3部の後にまた裏面の記入をお願いするので、とりあえず記入いただいたアンケートはお手元でお預かりください。またお手洗いの方なんですけども、会場出ていただいてその建物の入り口の方に戻ったところに戻って少し進みいただいたところにあります。それでは2時になりましたらまた再開します。はい、すいません、やってくれますか。やり方がいまいち分かってないですけど、ストップ欲しい。